さあ、で始まりました。もてつチャンネル。さあ、共通テスト第2日程の英語リーディングの公表していきましょう。どうですかね。受けた方、お疲れ様でした。そして、もうすでにね、やってみた方もいるかもしれないんですけども、全体的な感想としては、第2日程の方が簡単じゃね？全然かかった時間が違うんですけど、まあ、第1日程は送られてきたのコンピューターの画面で解いてたんで、それに第2日程はこの印刷してやったんで、比べることはできないんですけど、それにしたってだいぶ時間かかんなかったですね。特に大問の3と大問の4のめんどくささが全然違うっていう印象ですね。第2日程の方が圧倒的に早くできました。で、第1日程の方が解くトイックっぽい問題、トイックに近づいたトイックのような問われ方がするような問題が出たっていうふうに言ったんですが、第二日程はトイックから離れましたね。トイックっぽくない問題がいっぱいあった。どういうことかっていうと、計算ですね。数字を使う問題が第一日程より多かった。で、照らし合わせが第一日程より少ないでしょ。だから、時間はかかんないと思いますね。選択肢も第一日程より切りやすいね。まあだからといって、難易度も比べるのは難しいですね。なんか違うんだもん、問題の質が。第1問ですね。まあどちらも簡単ですね。もうそのまま書いてあるじゃん、みたいなね、感じだったと思いますね。まあ問いにがね、引っ掛ける気はあるんだけどね、you are っていうね、代名詞を使った引っ掛けです。この辺もね、トイックと違って、トイックはテクストメッセージしてる人がもう全く自分ではないわけじゃないですか。解いてる人とは関係ないんだけど、これがあなたである、あなたであるっていう設定にしてるので、めんどくさいですよね。右側が自分であるとか、LINE しない人わかんのかなとかね、ちょっと思っちゃいましたけどね。で、そこを引っ掛けに使ってくるっていうのも、と思いました。第一日程の返答は何ですかの方が難しいと思いますね。初見でどうしていいかわかんなかった人が多かったと思います。まあ、同じテクストメッセージなんですけど、ちょっと違った感じですね。はい、続いての表ね。これは、1は簡単だけど、1はアウトラインとサマリーっていう単語の言い換え。問い2が、照らし合わせて計算ですね。そう、だからこういうのがトイックにないんですよ。計算がないんで、9月19足す5で24にしなきゃいけないとかっていうのは、厄介な感じですね。で、次が表の中からね、答えを選ぶっていうので、これも簡単ですね。で、第2問の A っていうのが、これがもう新しい形式でしたよね。数字がね、ずらっと並んでるやつだよね。文章が何もないんだよね。なんで、これもトイックとは違うぜ。で、モアダンのね、使い方をちゃんと分かってないといけないってやつでしょ？これ、モアダンって何々より多いだからね。そこのことを分かってて、で、計算とかもしなきゃいけない。ただ別に問1も問2も簡単だったし、問3、問4はね、オピニオンかファクトかって、これ好きじゃないんですよ、本当に。この本文見なくても分かるでしょ、みたいなね、感じで、あんま好きじゃないんですよね、これね。なんで出すのって思いますね。で、問5が、まあ、まとめ的になってるものですよね。これもすごいパッと解けたから、全然時間かかんなかった、第2問ね。で、第2問の B が、まあ、これも楽勝ですかね。ちゃんと読めてれば。ちょっとやっぱ、大学の場面なんで、ちょっとティープっぽいよね。で、またファクトとオピニオン。これも全然むずくない。あ、ちょっとま、クレディット単位とかはね、知っておきましょう。問い語とかは、ちょっと推測が必要だけど、書いてある内容からいけるでしょう。もう第一日程の方が読む量が多かったんじゃなかったでしたっけな。メール2個で。はい、続いて第3問 A。ああ、はいはい、これね。問1は全然もうそのまま本部に書いてあるから、余裕。消去法を使っても簡単に解ける。問2がね、昔のセンターっぽいっていうか、どこのことを言ってるんだって言ってね。まあ、前置詞のオーバーが分かってるかなんですけど、このね、そう、レイクがさ、この絵がね、なんともね、このレイクってこう、駅の方をさ、見ちゃって、でさ、ああレイクとお城だって言ってね、間違える人がいるんじゃないかなと思った。ちょっといやらしい問題だなと思いましたね。次が B で、並べ替えは簡単なんですけど、で第一日程もちょっと引っ掛けありましたよね、この並べるやつって。で第二日程の方は最初にまとめが書いてあって、その後に細かく書いてあるんで、その細かい方から答えを導き出さなきゃいけないってやつね。で、問2はそのままですよ。これめちゃめちゃ簡単じゃん。理由答えるやつとか。で、問3はちょっと書かれてることから推測だけど、そんなに難しくなかったでしょう。なんで、第一日程の方が圧倒的にめんどくさかった。エアポートからホテルまで行くやつ。こっちの方がなんか計算とかしなきゃいけないし、いろんな条件来てめんどくさかったですね。
で、第4問ですね。こっちが、第一日程よりもだいぶ楽だったなという印象ですね。昔のセンター試験のなんか複数の題目を合体させたような感じですね。図表的なものと書いてる人の全体のトピックを問うみたいなね。全体のトピック問う一番大事で、花の言いたいことでまたトピックだし、問い3はリックのトピックだから簡単で、問い4は数字から答えを出せばよくて、これ選択肢もヒントになりますから、選択肢の中でこの条件に当てはまるものっていうのを選ぶのはそんなに難しくないですね。アジアとアジアの国じゃないっていうのをね、リックの書いてある内容から選んで絞っていく、条件を絞っていって答えを選ぶってやつですが、そこまで難しくないですね。多分まあ初見の人は何をやっていいんだろうって思うかもしれないですけど、実は条件を絞るのはそんなに難しくないし、コンビネーション、あ、そうですね、2つのものを選ぶのもそれぞれの花とリックのね言ってることからすぐにわかる。全然労力が違いましたよ。第4問にかかってる時間が全く違う。続いて第5問ですね。第1日程は牛でギャーってなりましたけど、今回はヴィヴィアンっていう人でしたね。わざわざフィルムのネガのことをね、絵で説明してるっていうね、いらないやんとかもちょっと思いましたけど、なかなか面白いですけど、まあメモ書きに埋めていくやつなんですよね。まあ30も簡単、まあただね、該当箇所どこかなとかっていろいろ探してたらめんどくさいかもしれないですね。31、32はまあ書いてある通りなんですけど、多分ね、5に引っかかっちゃう人も出んじゃないかなと思いますね。ショップウィンドウズに写ってた写真なんだからってね、言っちゃう人もいるんじゃないかなと思いましたけど。で、順番に並べなさい。オーダーは簡単ですね。出来事の順に並べると。回答の根拠をね、順番通りにしてくれないのがおそらくめんどくさかったでしょう。その点でめんどくさいかなと思いました。問いを、まあ言い換えられてますけど、簡単ですね。問い語も簡単ですね。はい。本文の最後がダジャレになってますね。二つの意味になってるの気づいてます?気づいてないかな。写真を現像するっていうのを使ったダジャレになってます。はい。まあ第一も第二も。そんなに難しくなかったと思いますが、まあ第一の方は4つしか空欄がないのに選択肢5つにしてきやがったとかっていうので結構わーってなりましたけど、第2日程の方は4択でしたね。で、第6問。まあこれもね、大したことなかったですよね。簡単に答えが differently abled ね。はい。disabled じゃなくて differently abled なんだっていうのも示したんですね。問い2、3も簡単でしょう。4も簡単ですよね。なんか、いい子ちゃんの答えを選べば正解になれるみたいなさ、いうのがあんま好きじゃないんですよね。自分自身はね。ところね。で、最後がもう歯のやつね。これ。で、ノット問題だったんですよね。第1問がね。これが大丈夫かな。っていうね、まあ本文中の内容から消していけば簡単にできる。で、問い2がまとめになってるから段落の簡単に解けるやつですね。で、グラフがちゃんとヒント載ってる、まあ昔のセンター試験から出てくるから、こういうのはそのヒントを元に答えを出すってやつですね。3箇所ぐらいありましたよ、ヒントがね。で、それぞれの3箇所の条件を合わせるとこれになる。で、問4は書かれてるから簡単だよね。フロスを知ってる人はね、簡単なんですけど、私、歯矯正してるから毎日フロスやんなきゃいけないんだけど、フロス知らない人は、ちょっと難しかったかもしれないですけど、でも書いてありますからね。という形で、やはり条件ですね。様々な条件があって、その条件を足してってっていうやつです。で、照らし合わせの箇所は減ってると思いますよ。第1日程に比べて。第2日程の方がだいぶ楽だった。ただ、まあ、推測する。与えられた情報から推測するっていうのは健在。で、第2日程の方が数字の計算が多かった。印象ですね。なんでだいぶトイックとは離れてる。情報処理、数字の情報処理で難易度を調整してきたのかなという印象ですが、かかる時間が圧倒的に少ないので第一日程に比べてね、まあ楽かなと。ただ第二日程の方がね、第一日程の問題も見れちゃってる状態だったんで、だいぶ取りやすかったんじゃないかなと思いますね。まあちょっとね、平均点は分かんないですけど、なんだって母数が全然違うんで、第一日程の人たちがずるいってね、思うのはちょっとわかる気もするかなって感じだと思います。まあ、ぜひ解いてみて、感想をお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.